今年3月26日に行われたプケコエフライングフェアウェルの続きをお伝えします。この日はレースの他にもパレードランの時間があり、それに参加するスーパーカーが集まっていました。こちらはパガーニのウアイラ。価格は何千万円の単位ではなく、私のような庶民には想像もつかない億単位です。エンジンは AMG がパガーニのために特別に作った6リッター V12 ツインターボを搭載、764馬力とのことです。今回初めて実車を近くで見ることができ、その存在感に圧倒されました。
続きをお伝えします。